里崎チャンネル、こんにちは。こんにちは。さあ、年末恒例のあの企画、はい、クリスマスの夜に素敵なプレゼントを届け。お、今日クリスマスですか。クリスマスです。メリークリスマス。楽しいクリスマス過ごしてますか。ねえ、真っ赤なお花のトナカイさん来てますか。どうでしょうね。煙鉄なくてもサンタさん来ますよ。はい、はい、ということで、はい、クリスマスの夜にお送りする企画、これです。2020年里崎賞。イエイ。わー、年末感ありますね。あるでしょ、はい、これはね、もうできる限り毎年クリスマスの夜にお伝えしたいですね、はい、そうです、はい、できる限り。はい、わかりました、はい、でも第1回をね、はい、広島の相澤選手が初代里崎賞に輝いて、はい、キャンプ取材に行くと僕を見つけるとすごい挨拶してくれて、うん、ありがとうございますと。おお、もう見てくれてんだっていうね。おお、はい、嬉しいですね、うん、はい、だから今回も里崎賞、はい、今年誰がなるか発表していきたいと思います、はいはい、まずですね、里崎賞のノルマ、出場試合数は試合数の半分以上、はい、だから60試合以上ですね。で、打席数は、規定打席の半分、はい、だから186打席で、ホームランは2桁、はい、10本以上、盗塁阻止率3割以上、打率2割5分以上、そしてホイツ3個以下、はい、これがで、いつもはオールスター出場っていうのがあるんですけど、今年オールスターがなかったんで、はい、それは省いてこの6項目で審査したいと思います、はいはい、じゃあまずどっちからいきますか。パーリーグ、セリーグ。じゃあパリーグから、はいはい、で、優勝チーム下位、試合数104、クリア、打席数360、クリア、ホームラン11本、おお、クリア、打率2割1分1厘、ちょっとこれ低いですね。そうですね、うん、で、盗塁阻止率3割2分8厘、はい、で、保率2個、おお、だから6項目中5個クリアです、はい、高いね、いきなり。そうですね、さすが優勝。うん、でも打率、あ、なんかもったいないっていうか惜しいですね。打率ね、うん、結構低いね。そうですね、思ったより、うんうん、日本シリーズ活躍してね、もっと打ってるかと思いました、うんうん、ちょっとリードを苦労したのかな、今年はね。はい、じゃあ続いて2位、はい、ロッテ田村、92試合出場、クリア、237打席クリア、ホームラン4本、ダメ、打率2割1分7厘、あ、ここダメだ、盗塁阻止率2割2分2厘、これもダメだ、こいつ4、あ、ダメだ。ということで出場試合数と打席数だけです。はい、だから参加はしました。はい参加、エントリーはしたってこと。エントリーはしたっす。はい、エントリーしただけ。はい、中身ない。まあでも6項目中2項目、いや、そこは、はい、そこクリアしないと、はい、まず出場できないからそうです、エントリーできない。エントリーできない。はい、さあ続いて3位西武、森、クリア、あ、クリアじゃない、クリアじゃない何、森クリア森クリアってなっちゃった間違えた。はい、出場試合数98、はい、クリア、打席数405、クリア、ホームラン9、あ、惜しい、打率2割5分1厘、クリア、盗塁阻止率3割1分2厘クリア、こいつ7、あー、ちょっと多い、4つ、4つですね、うん、あ、ホームラン違ったな、ちょっとこいつ7個多いですね。そうですね、うんうん、結構パスボールね。はい、じゃあ続いて4位、楽天太田、はい、67試合出場、クリア、164打席ダメだ、ホームラン2本、ダメ、打率2割、ダメ、盗塁阻止率3割3分3厘、これはクリアですね。で、パスボール4個、はい、2個ですね。うん、そうですね、まあ、うん、67試合途中でね、怪我もね、はい、あったりしたってことでも盗塁阻止率ね、いいですね、パ・リーグで一番高いんじゃないですか。はい、ね、確かに。で、続いて、日本ハム宇佐美、80試合出場、クリア、187打席クリア、ホームラン3本、ダメ、打率1割7分8厘、ダメだ、盗塁阻止率2割9分、で、こいつが4、あー、4個か、うん、ってことは2項目。そうですね、はい、それと清水、はい、69試合出場、クリア、157打席ダメ、ホームラン3本、ダメだ、打率1割9分3厘ダメ、盗塁阻止率2割、あ、こいつ7、ダメだ、1個、これちょっと私バッテン数の失礼ですね。うん、まあでもダメなものはダメだけどね。あ、もう全部言うのあれなんで、これでしょかなと思って、はい、続いて、オリックス、はい、若月、71試合出場、クリア、2割1分5厘、あ、215打席、クリア、ホームラン3本、打率2割4分、盗塁阻止率2割2分2厘、はい、パスボール1個、あ、
クリアですね。3個ですね、はい、出だしすっごい良かったですけどね。そうですね、めっちゃ見てましたよね。今年の若月はやばいっていう、うん、でもちょっとね最後ちょっとCSボンビーになっちゃったんで、うん、これ1年間トータルできたらね、はい、でもまあいいところを見せてたんで、うん、来年ねもうさらに成長してねいいところ見せてほしいっていうところでライバル出現っていうね、はい、節目。そうです、ね、はい、71試合出場クリア、198打席クリアで、ホームラン6本で打率2割5分9厘クリア。盗塁数ちょっと分からなくて、はい、で、あのホイツが1個と。あ、でも4項目だから4項目クリアしてて、うん、で打てるっていうところで、はい、面白い存在になってきたですね。わあ、ライバル本当出てきましたね。 FC もね、足の怪我もあって、まあ、長期離脱してた中ね、はい、復帰して、まあ、ここまでしっかり頑張れるっていうところは素晴らしいと思うし、はい、まあ、今後ねどこまで頑張れるかっていうところでね、この若月伏見のね戦いも見逃せないですね、はい、オリックスね。セリーグ大城優勝、巨人、はい、93試合出場クリア、308打席クリア、ホームラン9本お当たりない、打率2割7分クリア、盗塁阻止率3割4分で、ホイツが2クリア、お1、2、3、5個、お最多タイ、あ、回と一緒並びました。さすが優勝してるだけあって、そうですね、しかもベストラインだからね。あ、そうですね、大城今年ね、そっか、よく頑張ったと思うんですよ、まあ、で小林がね、はい、最初長期、まあ、怪我で離脱する中で菅野と組んで、はい、で、あのパスボールのもね途中まで0個だったし、はい、でしっかり盗塁阻止率もできてるし、うん、打てるしっていうね、え、素晴らしいか、まあ、日本シリーズではねなかなかいいところ出せなかったですけど、はい、シーズンで考えると本当に素晴らしい、今年1年間で一番頑張った選手が大城なんじゃないのかなっていうね、巨人の中でね、それ今実績もねそこまでなくね、はい、っていうところでねキャッチャーの穴よく埋めたんじゃないのかなと思いますね、はい、で2位阪神梅野98試合出場クリア、342打席クリア、ホームラン7本打率2割6分2厘クリア、盗塁阻止率3割3分3厘クリア、でパスボール1個おおクリア、うん、5個これも5目おお並びました並んだね、はい、でも数値的には大城に負けてるね、打率も盗塁阻止、まあ、パスボールはね少ないけど、うん、ホームランとかね、梅ちゃんも途中結果があったからね、はあ、そこが痛かったですね、確かに、うん、さあ続いて、はい、中日木下選手、はい、88試合269打席クリア、ホームラン6本ダメだ、打率2割6分7厘クリア、4割5分5厘盗塁阻止率おクリア、でホイッツが4、あ、惜しい、ちょっと変えなかった、4つ、はい、盗塁阻止率やっぱすごいね、すごいですね、で打てるしね、はい、ちょっと やっと谷繁さん以来なかなか現れなかったけど、うん、やっと現れた感あるしね、でもうなんか来年期待ですね、いやめちゃくちゃ期待、ね、楽しみですね、うん、で続いて4位、はい、戸柱 DeNA 96試合クリア、で276打席クリア、ホームラン5本足りない、打率2割1分2厘盗塁阻止率3割5分2厘クリア、ホイツ7、まあ、ダメだ、パスボール多いな、おい、でも盗塁阻止率しっかりできてるし打つのがもね、うーん、っていうところはだから3つ、なんか梅野と大城頑張ってるから3つってなんか少ない感じしちゃう、そうですね、うん、はい、で次、広島相澤、去年の里崎翔、そうっす、79試合出場クリア、263打席クリア、ホームラン7、2割6分6厘打率クリア、2割2分2厘盗塁阻止率、あ、足りない、こいつに1、2、3、4つ、4つ、あっとおっと、おあ、並べなかったですね、ちょっと連続ちょっと厳しくなってきた、ね、そうですね、まあ、今年はちょっと出場試合数もね途中抜けたりして、はい、でそこで台頭してきたのが坂倉よ、はい、坂倉が81試合出場クリアしてるんですね、で228打席クリア、ホームラン3本ダメだ、打率2割8分7厘クリア、でちょっと盗塁阻止率とかがちょっと分かんなくて、はい、調べれなくて、あのホイツとか、はい、でもまあ参考記録未来に向けてだから、うんうん、来年以降もね、はい、ここはね、それでも3項目クリアしてるんですね、そうそうそう、追いつき追い越すで頑張ってもらいたいですね、はい、しかも得点圏打率3割6厘ですからね、おー高い、サワクラ高いですからね、うん、で続いて西田、はい、69試合出場ヤクルト、215打席クリア、ホームラン7、足りない、打率2割3分2厘盗塁阻止率2割7分7厘でホイツ1個クリア、3つですね、まあ、今年ちょっとヤクルトキャッチャー苦しかったですね、はい、中村怪我して、うん、島も怪我して、うん、でまあ、西田とかね、はい、あの松本とか、うん、まあ、そこら辺のねっていうところでちょっと苦しかったですね、まあ、高津監督もキャッチャーをね一人に絞ってやりたいって言ってるんでね、うん、まあ、誰かがね頑張るのを抜け出せるかっていうところですけど、全項目、はい、はい、調べてきましたけども、はい、だから5項目が最多ですね、そうですね、うん、だから下位の打率以外の5項目と大城梅野のホームラン以外の5項目、はい、もうどうします、この3人の中でね、はい、誰かが発表されますね、はい、お、もう決めました、はい、もう決めたんですか、もう
決めました。決めました。だってあれだもん、選考委員一人だから、ね。あのこれ佐藤さんの独断ですからね、本当に。独断じゃない、数値を一応やってるから。まあまあまあ、でも里崎町ですから。そう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 、はい、こそオールスターなかったんでね。そうですね。でもオールスターあっても、うん、この3人は絶対選ばれてると思う。はい、そうですね。うん、だから7項目中、うん、6個は絶対取ってると思うんだよ。はい。いやドキドキするね。いやそうですね、うん、だ取ったからってなんもないんだけどね、これ勝手に言ってるだけだから。いやでも一応ね、取ったって、うん、そう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 ね、はい、であとはあの視聴者の皆さん、苦情一切受け付けないんで、はい、それ佐藤さんの好みですからね。いや好みじゃない、もうこれちゃんとした数字。いやでも5項目で足りないところがホームランと打率でまた違うわけじゃないですか、うん、まあそうだね。どっちを加味するかっていうのとかが、うん、打率はちょっと低いわけですよ、うんうん、でもホームランは1本足りない大城選手、うんうん、っていうところをどう加味するか、うん、そうだね、はい、あれぐいぐい来るね、どうするかって。じゃあ決めましたか。はい、はい、じゃあ発表しましょう。発表します。2020年里崎賞受賞者はこの方です。ジャイアンツ大城選手。おお、あれそっちにしよう。おお、あれさっきまでなんか甲斐選手かなってなんか言ってたの聞こえてたんですけどね。そうですね、はい、この里崎賞、はい、一番大事なのは去年も言いましたけど、はい、ホームランとこいつ、はい、だこれが超えてるところが最優先って言って、はい、それを超えてるのは甲斐一人ですね。はい、だ甲斐かなと思ったんですけど、うん、やはり選考委員助手の袴田さんが120試合じゃんっていう一言で、はい、確かになと思って。あ、ちょっと動きました。うん、確かに120試合、はい、しかもギリ1本だから、はい、これは考慮してもいいんちゃうかと。確かに20試合あったら、あと20試合あったらもう1本打ってる気がしますよね。打ってる気がするから、はい、これは加味してもいいんちゃうかっていうところで、はい、9本だから、はい、だから、うん、これはもう試合数が減ったことの考慮して、うん、はい、満票として大城です、はい、お、私もいい働きしたの。でしかも、ね、梅野もそうなんですけど、はい、やっぱ梅野より大城の方がまあ現実上回ってるんで、はい、ね、盗塁阻止率とか打率とかもね、はい、はい、そうなんで、打率も2割7分出してるっていうところがやっぱり大きいですね。そうそうそう、はい、ちょっとね2割1分1厘っていうのがね、はい、ちょっとっていうところと、うん、だからここは、はい、大城で、お、お、やっぱ120試合っていうところが大きかったですね。そうですね、はい、あの一言が、はい。あの一言なかったら甲斐だったんですけど、そうですか、うん、あの一言でやっぱあの、うん、これはね励みに、まあこんな賞いらないと思いますけど、はい、いりますよね。こんな賞いらないと思いますけれども、はい、頑張ってもらいたいですね。このまとめ方ですか。だからまあ、はい、今年のね、佐々木賞はジャイアンツ大城選手でした。はい、おめでとうございます。